おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。私からの発表事項は平成20年岩手宮城内陸地震についてです。まず平成20年岩手宮城内陸地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、負傷された方々、避難生活を余儀なくされている皆様をはじめ、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。また県民の皆様や県内外からさまざまなご支援ご協力をいただいておりまして、心から感謝を申し上げます。発災直後、直ちに迅速な支援をいただきました緊急消防援助隊、広域緊急援助隊、自衛隊、海上保安庁および県内消防機関による応援隊の皆様には多大なご支援をいただき、厚く御礼を申し上げます。現在の被害状況につきましては、昨日記者レクでお配りしている資料の通りですが、まだ関係機関と連携しながら被害額を調査中の箇所もありますので、今後随時お知らせすることといたします。今回の地震は震度6強という本県観測史上かつてない規模であり、人的な被害に加えて住家、道路、橋梁の損壊、斜面崩落による河川の閉塞のほか、農林業関係、観光施設関係にも大きな被害をもたらすなど、県民生活や県内産業に甚大な影響をもたらしておりますことから、被災者の救済をはじめ本格的な復旧復興に向けて関係機関とともに全力を挙げて取り組んでいく決意であります。今後においてもまだ余震が続いていることや、雨により被害が拡大する恐れがあることから、地域の安全確保を第一としながら、国に対し災害復旧への最大限の支援を引き続き要望し、災害復旧事業費等の確保を図りながら復旧工事を進めるとともに、被災市町の復旧復興についても積極的に支援してまいりたいと思います。県としてはこれまでの応急対応に加え、緊急に6月補正予算を編成して復旧対策等を速やかに進めていくこととしておりますので、県民の皆様や関係各位のご支援ご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行はデイリー東北新聞社の工藤記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。デイリー東北新聞社の工藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいまの発表事項について各社から質問がありましたら、社名を名乗ってからお願いします。毎日新聞の念仏です。お疲れ様です。はい、6月補正予算のことなんですけれども、はい、額としては大体どれぐらいを考えていらっしゃいますでしょうか。まだ今査定中で、最終的な知事査定は今週中には行う予定でありますけれども、まず、100億円から、200億円、そのくらいの規模になると想定しています。おはようございます。岩手日報の菅原です。今の補正について、お伺いしますけれども、はい、この時期、当初その6月補正は編成しない方針だったんですけれども、はい、急遽こういう震災ということで、100億から200億と、だいぶ巨額に上るんですけれども、はい、この補正を組む意義っていうんでしょうか、はい、もう一度先ほどご説明にもありましたけれども、はい、もう一度知事の見解をお聞きしたいと思います。そうですね、基本的な考え方としてですね、できるだけ早くにこうまとまった形のこの、
復旧経費というのを明らかにすることで、今後の復旧へのこの足取りが強くなるよう、こう特に被災された皆さんが希望を持って復旧に取り組んでいくことができるように、やはり早い段階で ある程度のこの規模感の予算を編成することが必要と考えて、この6月補正に取り組んだところです。岩手日日新聞の伊藤と申します。ですね、今回の地震ではですね、直接的被害もさることながら、風評被害ですね、観光面とか、その辺でも、結構キャンセルが相次いだりしております。こういった状況をですね、これからどう打破していくか、あるいは知事自身のメッセージとして、どう伝えていくかお聞かせください。はい、岩手県、また宮城県もかなり広い範囲で、こう被災地から遠く離れたところでもそういうキャンセルがあったと聞いております。これに対しては県としてもきちんとこう情報を発信してですね、こう被害がどういったところでどの程度起きているのか、そしてまた現在の安全環境はどうなっているのか、そういう安全情報もきちんと出すことで、その過剰な対応としてのその風評被害というものをこうなくしていきたいと思っておりますし、また一方この被災地周辺もそうですし、また岩手全体として活気がある方が、こう経済的に活気がある方が復旧にも弾みがついていくと考えていますので、例えば岩手平泉キャンペーンのようなことについては、これは予定通りといいますか、あるいは一層力を込めてですね、取り組んでいきたいと思っておりまして、近々予定されている上野駅でのこのオープニングセレモニーには私もきちんと出てですね、どんどん岩手に来てくださいっていう、そういう対外キャンペーンは力を入れてやっていきたいと考えています。そうですね、いろんなところでその企業とか、事業所等々で、解雇とかですね、大きな被害等々受けられてますけども、これに対するですね、支援とか あるいは、県独自としてその被災者に対する何か支援等々考えてらっしゃいますでしょうか。あればお聞かせください。まず県内企業、被災地周辺の企業についてはもうこう一つ一つにこう目を配るくらいの形で今被害状況の調査でありますとか、またどういったところで困っているか、そういう相談にこう応じているところでありまして、そこは引き続ききめ細かくですね、経営でありますとか、また雇用についても対応していきたいと思います。北新報の岩崎です。おはようございます。今回の地震なんですけども、岩手県並び宮城県北ということで、この間両知事揃って激甚災害指定に関しても要望を行ってましたけども、両県のですね、復旧に向けたその連携みたいなものがありますかについてお考えがありましたら教えてください。私がブラジルから日本に戻ってきまして、成田から一ノ関に車で向かっている中でも、村井知事とは電話で話をしましてですね、いろんな連携できるところは連携しながらやっていきましょうというふうに確認しているところであります。両知事揃って、各省庁大臣副大臣らにの皆さん方に要望を一緒に回ったのもそういう連携の一環でありますが、またいろいろ現場でも情報交換でありますとか、いろんな
手伝いみたいな形のですね、そういう連携は行われていると聞いていますし、今後もそうした両県の連携というのをきちんとやっていきたいなと思っています。もう一度岩手日報の菅原です。震災とは別に今度は平泉の世界遺産登録の関連です。2点をお伺いします。先週末からですね、ユネスコの政府代表部が委員国への、働きかけというのを始めたと思うんですけれども、近藤大使からは何かその後ですね、知事の方にその感触等ですね、連絡は入ってますでしょうか。やはり、ブラジルから戻ってきて、岩手に向かう車の中でですね、近藤大使からもまずは地震に対するお見舞いという趣旨の電話をいただいたところでありますけれども、その中で、いよいよその各国に対する働きかけが進んでいるということで、こちらからも改めてよろしくお願いしますというようなやり取りをしたところです。具体的に感触等はお話は何かございましたですか。個別具体的な話は出ませんでした。あと7月2日からですね、ケベックでいよいよその、ユネスコの世界遺産委員会始まりますけれども、間近に迫ったこの委員会に向けてですね、知事のその期待感というか一言お願いします。はい、今回イコモスの勧告で登録延期ということが出て、そういうこともあり、私も委員国の大使館や総領事館を訪問したりとかですね、もともとは登録ということが決まったら、どんどん平泉について積極的に東京にある東京にいる外交団、あるいは国内にいるそういう外国関係にもどんどん伝えていこう、広めていこうと思ってたのを前倒しでやるような格好になったなと思っております。そして本当は登録ということが正式に決まったら、改めて平泉の価値を県民で確認し、そして対外的にも発信していくという、そういうことをいろいろ考えていたんですが、すでにこの登録延期ということを受けたがゆえに、いろんな、平泉の町民の皆さんはじめ、また奥州市一関の市民の皆さん、そして岩手の多くの県民の皆さんがそれぞれいろんな形で、これはマスコミの皆さんもそうなんですけれども、いろんな形で、平泉の価値を確かめ合って対外的にも発信していくということを前倒しで始めていただいているなという、そういう実感を得ています。そしてこれは岩手県民のためというよりも、やはり平泉を通して、平泉のその固有の芸術的な文化に触れていただくのはもちろんなんですが、平和の理念や環境の理念ということを改めて自分なりにそれぞれ、自分の中で深めていただくっていうことを世界の皆さんにしていただくきっかけに、この平泉の世界遺産登録っていうのは大きな役割を果たすんじゃないかなということで、ずっと取り組んできているわけですけれども、その思いが改めて深まっておりまして、やはりぜひユネスコ世界遺産委員会には平泉を世界遺産と決めていただいてですね、そして、世界、人類がそれぞれ自分たちを高めていく、その材料の一つに加えて、いただければなと思います。
読売新聞の青木と申します。2点お伺いします。地震の話に戻るんですが、まず地震の被害の中で、今知事もおっしゃったように、自宅から避難なさっている方がかなりいると思うんですが、そういった方に対する県独自の住宅補助は考えてらっしゃるかということが1点と、もう1点が、今回の地震が県財政の今後の見通しに及ぼす影響、特に財政のもうまた取り崩すことになるかとも思うんですが、そのあたりをお願いします。はい、そうですね。まず地震が発生して1週間10日とこう経過しているわけですけれども、まずは安全の確保が第一でありまして、救助とか避難とか、そういったところにまず精力を傾注していたところなわけですけれども、だんだん復旧の方にエネルギーをこう割いていけるような形になってきていますんで、具体的なその住宅再建支援の方法について、これからだと思っています。改めてそれぞれのこの被害の状況と、そして今後のこの生活設計のそれぞれのこの意向とのすり合わせ等もあるかと思います。そういう中で何が必要かっていうことをきちんと見定めてですね、そして、やはり希望を持って復旧に取り組んでいく、被害を受けた方々がそれぞれ希望を持って復旧に取り組んでいけるような措置は県としてきちんとやっていきたいと考えています。もう一つは何でしたっけ？財政、今後の財政見通しへの影響です。かなり大きな被害で、額も今、集計中ですが、こうどんどん増えているところであります。そういう意味では、国の補助率が高まる激甚災害指定をですね、ぜひ早期に受けられるよう、国に引き続き要望していきたいと考えておりますし、県の財政状況はですね、ある意味綱渡り的な状況でありますから、そこは今回の地震によってより苦しくなるということは、これは否定できないと考えていますので、少しでもそのダメージが緩和されるようにですね、国の方にはまず激甚災害指定のことがあるんですけれども、交付税の算定に配慮してもらうことでありますとか、記載についてスムーズに行い、また記載部分を後でこう交付税措置することですとか、そういったところを本当にきめ細かくもこう大胆にですね、支援していただくよう国の方に要望していきたいと考えています。再び平泉のことでちょっとお伺いしたいんですけれども、仮にですね、世界遺産委員会で登録延期ということになった場合に、今後も登録を目指していくべきなのか、それとも一旦ちょっと諦めた方がいいのか、知事のお考えを今の段階でお聞かせいただけますでしょうか。平泉の文化遺産がこう世界遺産にふさわしいこと、また世界遺産登録されることによって、こう今まで平泉っていうのがこう視野に入ってなかった世界の皆さんに、平泉行ってみようとか、調べてみようとか、そう思ってもらえるようになるっていうのは、これは世界全体にとっていいことだと考えてますので、そこはそういう努力を引き続き続けていくということになると考えています。そうすると、登録を目指して、もし仮にダメだったとしても目指して頑張っていくということでよろしいですか。今はその7月のこの7月の登録を目指して、いろいろやれることはやっていこうという姿勢で臨んでいるわけでありますが、
そのケベックでの会議の結果については、基本的にはその結果が出てから決めることかなとは思ってるんですけれども、ただその基本的な流れっていうんでしょうか、方向性としてはですね、平泉のことを県民が理解を深めて、そして県外に発信していくっていう、そういう努力を続けていくっていう基本方針には変わりなく、でそういう方針の方向の中に、世界遺産登録を目指すということは変わりなくあるんではないかと考えます。弁護士テレビ工藤です。昨日漁船の転覆事故で県人の被害者も出ましたが、はい、かなり大きな事故ですけれども、県人関わる災害事故、大きなもの続いてますが、いかが、感想、心境でしょうか。はい、昨日、知らせを受けて大変ショックでありました。今原油高などこう漁業大変厳しい情勢の中で、一方では食に関する国内の消費者の関心の高まりとか、いろんな外国への輸出の可能性とか、水産業について今が追い風でチャンスなんだから、どんどんこう担い手の皆さん、こう担い手が増えるよう、皆さん水産業にどんどん頑張ってくださいというようなことをこうずっと最近言ってましたんでですね、そういう中でこういう事故が起こるというのは本当に、ショックを受けております。亡くなった皆さんには本当にお気の毒であり、ご冥福をお祈りいたしますし、また行方不明の方が一刻も早く救出されることを祈っております。いろいろ原因究明やそうしたこともこう行われていくんだと思いますけれども、こういうことが再発しないようにですね、県としてもですね、このことをやっぱり、自分たちのことと受け止めて、取り組んでいきたいと思います。朝日新聞の田中です。宮城県で村井知事が行方不明者の救出を自衛隊に打ち切る要請をしてますけれども、知事としてはそれをどのように評価されますでしょうか。これは、本当にその現場の判断ですから、それは第三者的にこうとやかく言うべきことではないんではないかなと考えています。規模の縮小ということで引き続き捜索は行われているということだとは思いますけれども、ただ規模縮小せざるを得ない、そういう決断を迫られたっていうのは苦渋の決断だったと思いますので、心情をお察ししますけれども、コメントということについては控えさせていただきたいと思います。岩手日報の細川です。地震で、予定より早く、繰り上げるということになりましたが、南米出張のですね、感想というか所感ありましたらよろしくお願いします。はい、パラグアイのアスンション
ピラポ、イグアス3つの県人会を訪問し、そしてリオデジャネイロ、杉村公使のお墓参り、そしてサンパウロも50周年記念式典そのものは欠席となったんですが、その前夜祭には参加をしまして、サンパウロを中心としたブラジルの県人会の皆様や、またブラジルの中で独立して県人会があるベレン県人会の代表、さらにはアルゼンチン県人会やニューヨーク県人会の代表の皆さんにも会うことができまして、岩手県民とその外地の県人の皆さんの心を一つにするそういう一助となればというのが今回の訪問の目的だったんですけれども、それについては十分進めることができたんではないかと思っています。県人の皆さんが仕事で成功し、そしてそれぞれの国や地域の発展に大いに貢献されていること、大変素晴らしいことだと思いますが、それを支えているのが岩手出身であるという、そういう思いが、岩手との心のつながりがそうしたことを支えているということがよく分かりましたし、今この岩手において生活したり働いたりしている我々もそのことを誇りに思ってですね、そういう外地にいる県人の皆さんとの心のつながりということを、今の岩手の力を高めていくことにもつなげていけるんではないかと思いました。よろしいでしょうか。ちなみに実はその今地震以外のことにもこう自然に入っていったので、そちらの方でまだあればよろしいでしょうか。その他あればでございますか。はい、なければ、それではこれをもちまして記者会見を終わります。はい、ご苦労様でした。ご苦労様でした。